全部で6選手ご紹介いたしますので、皆さん大きな拍手でお迎えください。まずはポールポジションパーセンテージ1番は中田幸雄選手、どうぞ。予選通過というのパーセンテージ1番は中田幸雄選手、どうぞ。予選スタートの保証全日本チャンピオンを経験したパーセンテージ1番石谷芳生選手、どうぞ。予選4番目とカーデンティー4番は浅野文森選手、どうぞ。予選5番目と星野全日本チャンピオン経験者カーデンティー5番は越野伸也選手、どうぞ。そして B メインから勝ち上がってました6番目とカーデンティー5番は3番手、長谷川選手、4番手、長谷川選手、
さあ、レースですから1分10秒を目指したところ、中村選手、50分目したところ、0.3 秒、2番手、3番手、4番手が展開。トップラックの距離はホームセットの1コーナー、コース中央に向けた。トップコーナーチームは中村拓也です。おっと、クルスの接触だったが、星野選手も入れた。中村選手、立場の選手を取り去りました。そして
走行時間残り3分45秒。残り3分30秒です。中津選手30周クリア、小島選手も30周クリア、総差1秒4。さあ、今度は西谷選手が3番目のスコアに詰まってきたぞ。総差1秒6。さあ、西谷選手が持ち上げた10秒28での逆転更新した。さあ、2人も詰まった、総差何秒だ。0.7秒。3番目以上をもちまして、全選手の予選